ロシア・ウクライナ戦争とアメリカの欧州東アジア戦略、中国とは戦争しないだろうということであるんですけど、これは戦争しないというふうに思っているのか、それとも戦争しないであってほしいという願望なのか、どちらなんでしょうか。してはいけないということですね。もっと強い禁止命令ですね。はい、はい、してはいけない。でもしちゃうかもしれないということもあるわけですね。そうですね、このままであればする可能性が高いので、うん、それを絶対に避けるためにはどうしたらいいか、してはならないという意味ですよね。はい、はい、そうですね。で、はい、幅先生の前にコピーライトの C をつけさせていただいて、これもパワーポイントですね。白字のパワーポイントに関しましては、あの先生の著作権物ですから、私ども今日お借りしてこういうふうに出していますけれども、皆さん勝手にスクショなどして使わないように、現にお願いしたいと思います。以下白背景のスライドは全部丸 C、 幅久美子先生ですということも、ここをちょっと私ども付けさせていただきましたということで、はい、内容に入りたいと思います。まずロシアによるウクライナ侵攻というものが2月25日24日からですか、始まって先生はすぐにやっぱり停戦するべきだというふうなことをご主張されました。そのあたりからまずお話をちょっとしていっていただければなというふうに思います。そうですね、はい、はい、ありがとうございます。ウクライナへの、ロシアの侵攻というのをご存知のように2月24日に始まったんですけれども、はいはい、実はゼレンスキー自身が2月25日に、うん、停戦交渉を始めたいということを言ってるんですね、うんうん、ですからそのウクライナ側も実は最初の段階で、停戦協議をやりたいというふうに言っておりましたし、うんうん、またその3月の末にもご存知のように、はい、トルコが仲介して、はいはい、ウクライナ、ロシアともにこの時にはウクライナを中立化するということで合意しました。で、ところがその直後に、ブチャの事件が、うん、発覚しまして、そうなんですよね。なんというタイミングなんでしょうという。そうですね。ね、その結果停戦というのは保護になってしまうわけです、はい、で、よく停戦をすると現在のそのロシアの、侵攻のままに終わってしまって、うん、ウクライナ市民が犠牲になるのではないかという話もありますけれども、うんうん、はい、うん、実際には停戦というのはその即時そこの場で武器を置いて、うん、で可能であれば国連の中立軍が間の緩衝地帯に入って、はい、うん、お互いにもう戦闘ができないような状況をまず作り出す、うんうんうん、でそれによってそこからどのような形でその停戦の内容を決めていくかということを、可能であれば国連のような場で、公開しながら進めていくということなので、今いろいろなところでやはりそのもはや停戦に向けてやっていかないと、これ以上ウクライナの市民に犠牲を強いていいのか、あるいはウクライナの美しい国土を破壊し続けていいのかっていうような状況が起こってきています。でご存知のようにその国連事務総長のグテーレスも、はい、この間、停戦に向けて、活動を開始してきましたし、はい、またその穀物輸出が滞っているということで、はい、アフリカやアジアの国々が、はい、特に、貧しい国々においてその飢餓が発生しているような状況の中で、はい、いかにその穀物を、そうした国々に送っていくかということも大変重要な課題になってきています、うんうん、はい、そこにぬち、銅、宝ということも書いておりますけれども、ね、はい、やはりその命を守るということが今最も必要になってきていることではないかと思われます、うんうん、おそらくこの辺で切り替えかなと思うんですけれども、はい、すいませんそうですね、はい、でこの背景には、うん、あまり言われておりませんが、はい、アメリカのその西ウクライナに対する武器援助ということがあります、はいはい、
で、まあ、ゼレンスキーは、さまざまな国の、議会で、オンラインで演説しながら、武器を、供与してくれということを言い続けていますけれども、この間アメリカとそれからヨーロッパ諸国、あるいはそのオーストラリアなども含めて、武器が次々に西ウクライナに流入してきています。で、多くの人がこれは、ロシアによるですね、侵攻の後やむなくこのロシアのような強大な国の軍隊が入ってきたんだから、やむなく武器をそこから支援し始めたんだと思い込んでる方々すごく多いと思うんですけど、まずそれが大きな誤りであり、そしてメディアが、マスメディアが触れようとしない背景であるということですよね、先生。そうですね、2004年、2014年のウクライナ革命というものを見なければいけないし、かなりその前から始まっていたんだと、武器供与もですね、まあ、それは同時に東部での紛争ももうすでに開始されていましたよね。そうですね、はい、おっしゃる通りですね、2014年の、マイダン革命の前から、かなりアメリカの関与が始まっていた、はい、ということだと思います、はい。で、ウクライナというのは非常に大きな国土、ドイツの2倍の国土を持っているんですけれども、うんうんうん、一元的な民族ではなくて、うんうん、東部の方には、ロシア系のウクライナ人が多数住んでおり、うんうん、西側には、まあ、歴史的に旧ハプスブルク帝国の影響下にあったということで、非常に強い反ロシア意識、はい、そしてポーランドや、はい、周辺の国々と結んで、はい、まあ、ヨーロッパ意識が強い地域なんですね、うんうん、あとここ ですからカトリックでもあるというのも大きいですよね、はい、そうですね、東方天霊カトリックという、うん、カトリック教徒でもあって、うん、その意味では正教徒の多い東とは、うん、まあ、民族的にも文化的にも、はい、違いがあるということでもあります、はい、でそこ重要なのは西側が実は山勝ちの資源の少ない地域であって、はいはい、東側のウクライナの方が、はい、まあ、ドンバスと言われるような重工業地帯で、炭鉱がありましたしね、炭田があって、そうですね、はい、だから初期から工業化されてきたわけですね。はい、おっしゃる通りですね、はい、でまた南側は黒海に面していて、はいはいはい、非常に豊かな保養地でもあり、海運業が発達しているところでもあり、はい、またその黒海の出口はボスフォラス海峡と言われて、はい、まあ、ボスフォラスを抑える者は世界を制覇するというような形で、まあ、ヨーロッパ大陸とアフリカ大陸と、アジア大陸の3つが重なるような重要な地域であるわけですね。こちらがウクライナの南部で、はい、そしてボスポラス海峡というのはここトルコが、はい、トルコのまたがっているわけですけれども、はいですね、はい、そしてエーゲ海から地中海というふうに内海へ、内海から外海へこう出ていく重要な通路であるということですよね。そうですね、まさに世界のチョークポイントと言われますけれども、3つの大陸を押さえる地域であり、うん、まあ、イギリスにとっても、あるいは、現在のアメリカや NATO にとっても、ここをどこが押さえるかで、うん、その世界の勢力図が変わってくると言われるような重要な地域でもあります。なので、まあ、西側も東側もこのクリミア半島や、はい、東ウクライナ、南ウクライナをいかに抑えていくか、うん、ということが重要になってくるんですね。ね、はい、でなぜアメリカは NATO の拡大を望むのかというところがこのポイントなんだと思うんですけれども、はい、ロシアを封じ込めて可能なら解体して民主化したいと、まあ、民主化というとちょっと聞こえがいいんですけれども、うん、アメリカにとって都合のいい国にしたいといいますかね、現在も一応形上は民主主義取ってますから、そうですね、はい、ウクライナの方はもう独裁国家になってしまってますけれども全然メディアはそれを、うん、伝えませんのでね、まあ、そうですね、ウクライナが今自由と民主主義を守るというふうに言っているのですけれども野党全部禁じられてますし、まあ、難しいですよね、国家として、どれほど
成熟してその EU に入れるかっていうと、まあ、あの今度あの EU 加盟の手続きもしましたけれども、はいはい、加盟にはあの10年以上かかるんじゃないかっていうふうにも言われています。そうですね、はい、で、あの不登校であること、それからチョークポイントであることを先生おっしゃっていただきました。ボスポラスを抑えるものは世界制覇すると、あのここですよね。ロシアを封じ込めておきたかったんだけれども冷戦直後だと可能性があったと、まあ、はい、それはエリツィンのようなですね、でちょっと人よしで西側にこう幻想を持っているっていうような指導者あるいは国民がそのような状態であるときにはまあいけたんですけれども、私ちょうどその時代、現地にいたので、あのかなり早い段階から、まあ、ロシア人たちの目は覚めていまして、僕はグローバリストっていう言葉を聞いたのは90年代早々でした。でモスクワで初めて知りました。やつらはグローバリストはとかそういうような言葉遣いを普通の人がしてましたね。というのはあのマフィア的なオリガルヒがどんどん発達してきて、まあ、公の財産を散奪していくプロセスが始まっていたので、そういうこともあってですね、あの大変あのもう反感を生まれていたなっていう気がいたします。でだんだんロシアというのはあの気がついてきて、まあ、西側の大きな資本の言う通りになるっていう、いいようにされている、食い物にされているという感情が強くなってきて、その思ったようには融合できないなというような状態ができたから、アメリカは NATO の拡大を望むようになった、こういうふうにあの言っていいんでしょうか。そうですね、あのおっしゃる通りだと思います。ただ、NATO の拡大というのは実は2004年前後ぐらいまでは、はい、ロシアも含めて、はい、あの NATO の枠組みの中に入れるという考え方もあったんですね。ですから冷戦が終焉してあの、まあ、ゴルバチョフがその、武士とともにその冷戦の終焉を、主張した時には基本的には欧州共通の家ということ で、ね、まあ、NATO もあのロシアを招き入れるというような枠組みもあった時期もあるんですけれども、はい、結果的には東欧の国々が次々に NATO に入っていく中で、はい、ロシアに対抗してこう、はい、NATO を自分たちの国の砦にしていくという考え方が出てきたために、うん、結果的にはロシアが弾き出されて、うん、まあ、その西側の砦を再編するという方向に、移行していったっていう形になると思います。で特に2004年に、うん、あの東欧の国々がほとんど NATO に入ってからは、うん、その後バルト三国とか、うん、それから、2008年にはちょっと飛びますけれども、はい、2008年にはウクライナやあのジョージアも NATO に入れるということを NATO があの決断していきますので、はいはい、これに対して、プーチンは非常に強く反発していくということになりますね。はい、はい、でもう一つ、なぜアメリカは停戦に反対するのかということなんですけれども、